佐々木昆は、日本の写真家。兵庫県神戸市出身。本名、孝一。昆虫や小動物、花などのネイチャーフォトの草分け的存在。誕生や、羽化の瞬間を撮り続け、小さい生命として、旭カメラ氏に23年間256回、連載した。また、昭和を代表する、写真家、木村伊平の数少ない弟子の一人である。 1918年、中国、陳川に生まれる。幼少期に、神戸に移る。小学6年生の時、統合カメラを購入し、写真の魅力を知る。同じ頃、セスナの遊覧飛行を体験し、飛行機の魅力にも惹かれた。1936年、神戸村の工業学校卒業後に上京、日本理科工業にて設計に従事する。1939年、 入営、平壌、野門藩、旧満州に、中流、1942年上大式国する。軍隊時代も写真を撮り続ける。終戦は、神戸で迎え、戦後の混乱期は、様々な仕事をしながら切り抜けた。1951年、撮影のため神戸に訪れていた、木村伊兵と出会い指示。1955年、神戸新海地で、 カメラディピーヤを経営する。1957年、大阪で商業写真スタジオを経営する傍ら、報道写真家として、朝日グラフなどの雑誌に多数掲載。1960年、木村伊平に誘われ、再び上京。木村の撮影に多数同行する。1963年、科学映画制作会社、東京シネマに入社。スチール写真を担当し、 拙者や顕微鏡写真などを撮影。1966年、朝日カメラ1月号より小さい生命の連載を開始。1980年6月号まで続く。1969年、再びフリーカメラマンになる。1973年、朝日新聞日曜版にミニ博物誌を連載。1978年、竹村義夫と共に、 自然科学写真協会を設立、副会長となる。1981年、二代目会長に就任。1983年、朝日カメラ3月号より、新、小さい生命の連載を開始。1991年12月号まで、通算100回を連載。小さい生命と合わせて、合計23年間256回の連載が終了。 1997年、朝日カメラ7月号より、今産の撮る目見たままの連載を開始。2001年1月号より、今昔、物語となり、同年12月で連載を終える。珍しい虫や生き物ではなく、主に身近にいる虫や小動物の誕生や脱皮、羽化などの瞬間や、懸命に子育てをする姿などをドラマチックに撮影。決定的瞬間を撮るために、 何日もファインダーを覗き続ける撮影も多かった。花の撮影においても自宅の庭や近所の花や近郊の植物園などにある身近な被写体を撮影した。極端な高倍率は使わず肉眼もしくはルーペで覗くくらいの倍率を多用した。カメラの機能やレンズの性能が進歩した現在ではマクロ撮影は身近なものであるが、 佐々木が拙者を始めた当初は十分な露出データや機材がなく試行錯誤を繰り返し必要な機材は自作するなど苦労が多かったという神戸時代の佐々木はハードな報道写真家であった神戸のヘロイン問題を題材とした命がけで踏み込んだ迫力のあるルポルタージュや福原遊郭で売春防止法間近の売春婦や老師たちの生活未就学児童問題など 当時の社会問題をテーマに撮影した。また、大阪で営んでいたスタジオでは、ファッションデザイナーかもいよ子の手掛ける女性下着のカタログ写真の撮影した。この時、木村伊兵衛に、女の父バンドばっかり撮ってたら、ダメになる。東京へいらっしゃいと言われ、順調だったスタジオを人に譲り、機材をほとんど売り払って、来回 M3 を持って上京する。上京後は、 木村の撮影にもたびたび同行し、東京の街のスナップを多数撮影した。この頃、三木敦氏に誘われ、友人スミスの暗室で助手を務める。温厚な人柄で、老若男女問わず、コンさんと呼ばれ、親しまれた。ありがとうございます。